富士のコアモジュール。カプセル型宇宙船として設計されている富士は、日本の宇宙開発事業団先端ミッション研究センターにより2001年12月に公表された使い捨てのカプセル型有人宇宙船構想。ナスダの開発計画としては採用されず、実際の開発までは至らなかった。日本は有人宇宙飛行をアメリカのスペースシャトルに依存しており、 独自開発という声も一部ではあったものの、短中期的な目標として取り上げられることはなかった。また、富士提案当時は、スペースシャトルコロンビア号の事故以前であり、X-33 やホープ、ブラントを、世界的に同様の再利用型の宇宙王間機を推進する意見が多数派であった。そんな中、ナスだから、宇宙航空研究開発機構への統合後の、 フラグシップミッションの候補の一つとして、富士は提案された。富士では、再利用型はコストや安全性に問題があるとして、また成熟した技術を用いることにより8年程度の短期間で開発が可能であるとして、使い捨てのカプセル型という構造が取られた。複数のモジュールを用途により組み合わせて使用することが考えられていた。必要最小限の構成。 地上機関能力と24時間の宇宙滞在能力を目指す。計画では先行して開発、運用されることになっていた。蒸気のミニマムシステムに以下のモジュールを追加した構成。1ヶ月の宇宙滞在能力、月自由機関軌道への到達能力を目指す。ミニマムシステムをもとに宇宙旅行向けに低コスト化を図った構成。蒸気の 各システム用のモジュールに加え、以下のような追加モジュールも考えられていた。コアモジュールによる有人宇宙飛行の実現後、様々な形での利用法が考えられていた。富士構想はあくまでも、ナスダ内部の位置構想に過ぎないというのが、当時のナスダの公式見解であった。JAXA 統合後の計画では、2025年以後の有人宇宙船開発が掲げられたものの、 富士構想そのものは採用されなかった。一方で日本以外の主要宇宙開発国ではカプセル型宇宙船の開発が相次いでいる。アメリカ航空宇宙局はスペースシャトルに代わる有人宇宙船オリオンの開発に着手した。オリオンはアポロ宇宙船を拡大し太陽電池パドルを備えたような形状だが結果的に富士構想とう二つの外見になっていた。 ロシア連邦宇宙局はカプセル型のソユーズ宇宙船を使用している。後継機には有力型も検討されたが、結局、カプセル型に戻っている。ソユーズの技術を応用した中国の新州も、ほぼ同一形状のカプセル型である。欧州宇宙機関も、欧州補給機を有人化した CTV を構想しており、やはりオリオンや富士と同様のカプセル型宇宙船である。 ジャクサでも HTV を基礎として、有人宇宙船技術を蓄積することが掲げられたが、当初はホープに似た有力型の予想図を公表していた。しかし、後に HTV を段階的に拡張して、有人宇宙船を開発する構想が発表されると、これも他の宇宙船と同様、カプセル型になっていた。HTV 補給部爆録を有人カプセルに置き換える案は、 富士のスタンダードシステムに告示している。JAXA 部内における、これら HTV 発展案と富士構想の関連は、不明だが、各国の動向も含め、富士構想の先見性を示したエピソードと言える。ありがとうございます。